今日日が昇り僕は何をしようかって考えていたところ今過去とか未来より今が大事で僕はそれを大事にしてる花咲く君のこととても好きだからなるべく優しく包み込みたい。なぜか今日の朝僕目覚めてさ、とても心地いい気持ちになったよ。花咲く悲しいことも苦しいことも全てを吹き飛ばす花の名前を知ってるかい？それをライラックって呼ぶんだぜ。それをライラックって呼ぶんだぜ。花の名前。ライラック。もしも苦しかったら僕は手を貸す。花咲く花咲く、その花はライラックって呼ぶんだぜ。ライラック呼ぶんだよ。ライラックって呼ぶんだぜ。花咲く。ライラックって呼ぶんだぜ。ライラックって呼ぶその花はライラック今日もまた花咲く。